い、今日のコーデをご紹介いたします。はい、トップス島村です。はい、ここにパールの飾りがついてます。ボタンとかではないんですね。本当の飾りです。はい、ベルスリーブになってます。とっても可愛いカットソーです。はい、スカートはナノユニバースです。はい、ピンクですね。黒とピンクです。見ればわかりますよね。はい、ネックレスは島村の由美さんのだったと思います。はい、今日ちょっと巻き方を、髪の毛の巻き方を変えてみたんですけど、やっぱりミルクとかつけちゃってるんで、束感がちょっと固まっちゃってますけど、出ちゃってますけど、まあ、この方が多少はこうパサつきが、はい、ちょっと感じられないのかなと思ったんですけど、どうでしょう。はい、はい、ちなみに今日は、はい、有給休暇です。はい、それではですね、購入品をご紹介していきたいと思います。はい、まず、無印良品、無印からご紹介していきたいと思います。無印良品週間11月6日までらしくて、はい、ちょっとね、お安く買い物できました。レシートが 10% 引きでしたっけ、会員さんね。はい、そういうことで、まず、まあ、ほとんどお菓子なんですけど、はい、コーンスナック薄味、こちらすごくカールみたいな感じです。美味しいです。はい、そしてリンゴジャムクッキー、これね、すごくね、美味しいんですよ。リンゴジャムクッキーは2つ購入しました。そしてこちらのいちごジャムクッキーは、私が行ってる無印良品、1周年記念ということで、1500円以上お買い上げの方に一つサービスで、はい、とても嬉しかったです。ラッキーですね。はい、3つ。そしてバーム、塩キャラメルチョコがけバームを2つですね。会社で食べたいと思います。はい、たくさんあって、もう本当に悩んじゃいますよね。チョコがかかってるのってちょっと高いんですよ、220円とかで。でも、ね、割引になってたのでチョコのを買ってみました。多分ね、美味しいと思います。塩キャラメルチョコなんで。はい、そしてこちらですね。本当はこれだけを買いに行きたかったんですけど、導入化粧液、はい、化粧水です。え、こんなちっちゃかったっけって感じなんですけど、今 CNP、韓国の導入化粧水を使ってるんですけれども、もうちょっとそれをやめて、ちょっとこちらにしてみようかなと思って、これ1200円くらいだったかな、1290円。はい、すごく安いですよね。いつも洗顔後、お風呂上がりとか、あとは朝メイクする前、一番最初にこちらを、はい、こういう導入化粧水を使っております。はい、私はコットン使わないで直接手につけてパシャパシャするタイプなので、はい、まあ、ちょっと水と変わりないかもしれないんですけれども、はい、買ってみました。はい、続きましてカルディですね。カルディも食品なんですけど、はい、ちょっとサクサクっとご紹介していきたいと思います。カルディには、いつもコーヒー豆を買いに行きます。これはバードフレンドリーダークローストっていう豆でした。はい、いつも買うマイルドカルディが今日月曜日だったので売り切れだったんですよ。で、その下のもうちょっと安いものも売り切れてまして、で、こちらがいつもはなんか1000円くらいするらしいんですけれども、20% 引きということで、はい、こちらにしてみました。エスプレッソで飲むので、
極細引きにしてもらってます。はい、続いてがこちらですね。豆乳ビスケットのクリスマスパックを買ってみました。アップルシナモンクリームとキャラメルクリーム、各13枚ずつ入っています。このシリーズね、とっても美味しいですよね。クリスマスパックになっていて、たっぷり26枚入ってるっていうことで買ってみました。楽しみです。なんかパッケージね、可愛いんですよ。はい、個装されてます。はい、はい、そしてまだハロウィンのお菓子がありました。まだね、ハロウィン明日でしたっけ、31、今日、はい、なので、はい、まだお菓子売ってました。モンスターケーキのチョコ、はい、個装されてます。こういう感じでチョコレートの、はい、ケーキが入ってます。5個入りです。はい、そしてまたコーヒー、クリスマスのコーヒーあったので、ドリップタイプの、はい、ノエル。これなんかね、コーヒーなんですけれども、すごいチョコレート風味だとかって書いてあったんですよね。すごくスイーツとの相性がいいらしいです。ミルクや砂糖と合わせればチョコやナッツのような甘い香りとビターな味わいが楽しめるそうです。はい、こちら楽しみです。8袋入りでした。はい、ノエルね、パッケージ可愛いですね。で、最後がいつも買っているペペロンチーノソースなんですけど、3人前。はい、本当は赤いやつ、トマトのペペロンチーノが良かったんですけど、そちらは売り切れてありませんでした。はい、以上です。はい、そして本日の動画のメインが島村購入品です。まあ、もうずっとね、島村購入品をご紹介していますよね、最近ね、動画なので、もうしばらく島村にはい、お付き合いください。ですね、じゃあまずトップス、まあ、トップスしか買ってないんですけど、トップスを買ってきました。白ですね。欲しいね、ニットがあったんですよ。ともさんコラボのちょっと可愛らしいニットだったんですけど、欲しい色が完売でして、ベージュしかなかったので、私なんかベージュのトップスが似合わないので諦めました。そしてこちらトップスではないんですけれども、カットソーなんですけども、こちらを買ってきました。ラルームレースハイネックティー、 T シャツか、はい、M サイズホワイトで、1419円です。はい、ラルムのねコラボです。可愛いですよね。こちらのね、このハイネックの部分がすごいちょっと洒落た感じになってるんですよ、作りが。はい、そして袖に、はい、パールがくっついているんですよ。これ見えるかな。はい、パールと、はい、あと袖口にレースがついてます。付け袖いらずですね。はい、もうこんな感じでね、可愛くなってるんですよ。はい、どっちかっていうとアイボリー寄りなので、クリーム色っぽい感じなので、真っ白っていう感じではないですね。はい、合わせやすいと思いますね。可愛いですよね。あ、裾もね、ちょっとひらひらした感じで、中にインしなくても大丈夫ですね。そのまま出しても素敵だと思います。はい、はい、そしてですね、トップスっていうかカーディガンですね。カーディガンか、はい、買ってきました。これ多分ね、皆様見覚えあると思うんですけど、あんまりね人気ないのかな、こういうなんかツイード風の、昔風のジャケット風のカーデ。これなんかね、ずっと目つけてたんですよ、可愛いと思って。試着とかもしてたんですけど、はい、残ってましたね。こちらは、A ツイードショート CD、注文も M サイズ、税込み1969円です。アクリル 100%、 はい、あったかいと思います。ボタンがね、ちょっと パール調なんですよね。はい、でポケット風に見せて、ポケットではない、この飾りポケットに、はい、パールのボタンがついてます。もうね、とにかくね、ピンクとブラックもありましたけど、
あ、ピンクがねやっぱり可愛いなと思って、あのブラックにも合わせられるじゃないですか、白にも合わせられますけどね。はい、ちょっと冬はね暗くなりがちなので着てるものも黒が多いので、はい、ちょっと最近はピンク色、ピンクを着るようにしてますね。とっても可愛いんですけどね、あんまり人気ないのかな。ちょっと皆さんどうですか、これおすすめですよ、可愛い。はい、後でちょっと試着してみますね。はい、はい、そして最後なんですけど小物ですね。はい、そうなんです、ベレー帽がありました。こちら青木美佐子さんのベレー帽です。これは多分去年のものだと思うんですけど、はい、多分在庫売れ残りって言ったらちょっと聞こえが悪いですけど、売れなかったので多分また在庫としてしまってあったものを出してきたのかな、そんな感じでしょうか。 AM モチーフリボンベレーですね。はい、税込み1639円です。はい、ちょっとゴミが白なのでちょっとねゴミつきやすいですね。こちらにねリボンと、ここなんかちっちゃい飾り、カメオ風の、はい、飾りがついてます。かわいいですよね。はい、ちょっとかぶってみます。顔出ちゃうけど大丈夫ですか。はい、かぶってみました。脇にしましたリボン。これねなんかねこうね真ん中にしたらねなんかちょっとインド人みたいな感じの、あのターバンみたいな感じになっちゃうんで、はい、これはリボンは多分横の方が可愛いのかなと思って、はい、ちょっとこのプライスカード見えちゃってますね。はい、横にしたらすごい可愛い感じです。ちょっとね、おばさんがベレー帽とかって言わないでくださいね。はい、すごいベレー、私はともかく似合ってる似合わないはともかくベレー帽が可愛い。はい、またね11月3日に美佐子さんがいろいろベレー帽とかプロデュースするらしいんで、ちょっと見に行ってみたいと思います。ちょっとねすいません、変な顔出してて変な顔出してて、いつも最後顔を出しして挨拶してるのにね。はい、ではちょっとお洋服着替えてみます。トップス着てみました。袖口すごい可愛いですね。はい、割とゆったりしてた。もっとピチピチパツパツかなと思ったんですけど、そうでもなかったね。この辺可愛いですよね、首の周り。はい、こんな感じになってます。フリーフリーになってます。はい、丈も長めですね。はい、ちょっとお腹出ててすいません。はい、長めになってます。ちょっとねインしてみましょう。はい、ピンクのスカートをずっと今日履いてたので、はい、まあねホワイトなのでピンクも合いますよね。どうでしょう、やっぱり可愛い、買ってよかったと思います、パールだし。はい、ね、意外とね売れ残ってたんですよ。はい、だからって安くなってたわけじゃないんですけどね。はい、ジャケット風カーディを着てみます。はい、はい、ジャケット風カーディを合わせてみました。あ、ついジャケットって言っちゃう。はい、袖長めです。結構ねゆったりしてるんで、なんかねもうちょっと分厚くても大丈夫かもしれない。はい、止めるとねまたちょっと可愛いかもしれない。まあ止めなくても、はい、可愛いんですけど、ボタンが感覚がねちょっと違う感じでおしゃれになってます。はい、こうですかね。ちょっとね今日このピンクのスカートなので、ピンクでちょっとすごいんですけどね。はい、割とゆったりします。あ、ポケットがないのがちょっと、ポケット欲しかったな。でもジャケットではないので、カーディガンなのでしょうがないですね。はい、どうでしょう。あ、ベレーかぶってます。
なんかすごいやっぱりちょっと太ってるあのすごいピンクおばさんって感じ。スカートね、色変えた方がいいですよね。違う色とかにした方がいいかもしれない、このカーデの時は、ね、でも開けて切れば大丈夫。これはちょっと開けた方がいいかもしれない。ちょっと後ろに下げて、うん、しょうがないよね、こういうなんかちょっとモコモコ系だし、ちょっと今日はスカートのチョイスも良くないし、マスクしてるんですいません、声が聞き取りにくかったら申し訳ございません。まあちょっと、まあ、ベレーもねかぶってるんで、はい、こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。